来を予測してしまうこともあれば、過去を振り返ることができなくなることもあります。この話は何回もしてるんですけども、例えば未来というのは私たちは実はもうすでに手に入れてしまっているところがあるわけですね。明日の予定決まってるわけですよね。起きたら今日どうしようと思って行動しちゃうわけですから、その通りに行動できた時の安堵感というものは他に変えることができない。そこでイレギュラーな出来事が起こった時には、対処ができなくなる場合もある。そのように私たちは勝手に未来をもう作り上げて生きてしまう。そういうものをやはりこう打ち壊すために公園を見に行く、ビジネスに触れる、知らない世界に行くなんてこともあり得るのかもしれませんけども、まあそう考えると記憶というものも頼りになりますし、あと一番頼りになるのはやっぱり視覚なんですね。まあ初めて話したらじゃないですけども、目で見ることっていうのは一番確かに。Oh, my God.
神なんて怪物と同じさ、みんな新しいものを求めているように言うけれど、それは嘘だ。みんなは今のままの世界で安住していたい。だから求めているのは創造神じゃない、世界。